テクニカルチーフ兼京都店の店長をしております岩木仁と申します。フィフス渋谷の店長をやっている内田圭介と申します。ベレーザーム代表の小池蓮太郎です。よろしくお願いします。はいはいはい、まあ、基本的にやっぱ美容室の本質は変わんないのかなっていう部分はやっぱあるんですけど、やっぱり今同性のお客様だからこそ、まあ、ちょっとこう女性よりもこう深くプライベートにこう入っていきたいとか、はいはいはい、あ、その人のこう成長とかをなんかこう、まあ、成長って言うとなんかおこがましいんですけど、こうなんかそのお客様のこうなんか家庭とかをなんか一緒に歩んでいけるのはこう男性と男性のなんかお客様同士の一番いいところなのかなっていうのはなんか考えてきた中で思ったっすね。まあ確かにそうですね、うん、です結構こう、まあ、技術的なことで言ったら多分レディースよりもメンズって結構未開拓な部分結構多かったりすると思う。全然違うっすもんね、はい、やってることも未開拓の部分多かったりするんで、まあ、そういう面では、まあ、まだまだこれからも多分いろんなトレンドが来るかなとも思うんで、その辺はまあ楽しみはありますよね。うん、自分ももともと女性やってたんですよ。あ、じゃあもうほんまですか。こう見えて嘘ついてますね。本当ですで、まあ、ずっとメンズやりたかったんですけど、はいはいはい、それこそちょうど3年前ぐらいに完全にインスタとかも全部メンズに振り切って。あ、そうなんですね。そうですね。でもバーバー系が大好きすぎて、うん、でなんか美容とバーバーを融合させたようなスタイルを打っていこうかなみたいな感じで、はい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 、まあ、こんな店内になっちゃってる。めちゃくちゃかっこいい。それこそさっき内田さんが言ったみたいな感じですよね。そのお客さんとの関係性が深いですよね。男女じゃないんでね。まあ、女性と低いってわけじゃないんですけど、入り込みやすい。うん、踏み込みやすいですかね。なんかもう土足でずかずかいくっすよね。僕もです。まず話しますもん。SNS とかそういうものでこう流行った髪型とかって結構まあ着やすいっちゃ着やすいと思うんですよ。今やったら YouTuber とかも着やすいじゃないですか。その中でそのトレンドをこう生み出すっていうのがこう僕ら発信でのトレンドを生み出すっていうのが相当今の時代きつくなってきてるのかなっていうのがあって、この質問考えて自分も全く同じ答えでした、ね、トレンドないんじゃないかなって思っちゃいましたね、うん、トレンドってこう回ってるだけで結局その時代が、特に自分なんかは結構多分お二人に比べたらどちらかっていうとクラシックな方をやってるんで、バーバー系というかトレンドはむしろないのかなっていう感じで、強いて言うなら自分がやったことをやってくれる人は多いかなっていう、はい、僕最近初めて人生初坊主にしたんですよ。あ、そうなんですか。今ちょっと伸びちゃったんですけど、そん時マジで1日に3人坊主いましたやっぱこう刈り上げマッシュセンターパートとか、まあ、ネープレスの時代だったしネープレスのものが多かったんですけど、うん、まあ、その後何が来るかって考えたらやっぱりこう、うん、襟足を伸ばしていくスタイルだなっていうのを結構もう1年ぐらい前から考えてたんで、もう最近それをずっと発信していったら、それこそお客様もともとマッシュとかセンターパートがもう8割9割だったんですけど、今もう逆にミディアムとウルフが6割ぐらい6、7割のお客様を占めてきたんで、そこはずっと発信し続けた結果、まだトレンドになってないんですけど、こう自分の顧客ベースは変わりつつあるんで、これをどんどん浸透していったらトレンドになっていくのかなってのは思います。街見たら分かるですもんね。うん、確かに。ウルフさんの帰りかな。ああ、嬉しいです。分かるですよね。分かります。なんか、ね、ありそうで独特ですもんね、ウルフさんのファンは、ね。あります。色が嬉しいです。うん、まあ僕は美容師始めた時に、こう、この美容室っていうこの中の中でこう痛い自分でいるっていうのを常に大事にして生きてきたんで、その痛い自分っていうものにこうファンっていうか、まあそのお客様についてもらえるっていうのは、まあ、やっぱり自分から自己開示していってっていうのが一番大事なのかなっていうのがあって、でもこれって人それぞれだと思うんですよね。結構カリスマ性があったりとか、まあ、スター性があったりだとか、まあ、いろんなこうファンの好き方っていっぱいあると思うんですけど、僕にとってのファンの好き方はその親しみやすさであったりとか、まあ、そういうものなのかなとは思いますね。結局は信頼関係。最初どうしても初めて来たお客様っていうのは多分髪の毛の話から入っていく中で、うん、でこう来店回数が増えていく中でプライベートの話とかもどんどん入っていって、
でどんどんそうお客様がこう就職していったりとか結婚していったりとかっていう中で、あの信頼関係が生まれていって、そこに対して一緒に喜んでいけるっていうのがやっぱ僕も美容師として嬉しいんで、こうなんかファンっていうのは難しいなって正直あって考えた中で、考えた中で自分はもう一言で表すと自然体です。もう変に気、まあちょっと偉そうですけど変に気は使わないですね、お客様に対して。っていうのも本当に友達みたいなお客さんがありがたいことに、まあ顧客さんがメインなんですけど、自分もなんですけど、まあそういうお客様が来てくれて、美容師やってるよりなんかちょっとやっぱ嫌になる時とかないですか？あの今は自分ないんですけど、それこそアシスタントとか、まあまあ1年目の時とかやっぱり、まあ、しんどいなってあるんですけど、ね、自分結構その期間長くて、それこそメンズにあの女性ももちろんやって楽しかったんですけど、やりたいことやってる時ってこっちがハッピーじゃないですか。それって絶対こんな結構密な接客業だと思うんで伝わると思うんですよね。まずこっちハッピーになんなきゃなって考えた時に、ちょっとこう気がついたら気を使ってなかったっていうか、いい意味で業界的に言うと何も変わんないんじゃないかなって思っちゃってます。僕は特にその見せ方とかっていう部分でしか変わんないのかなっていう、もちろんそこがめちゃくちゃ大事なんですけどっていうのはすごい感じてるっすね。まあ、基本的にこう見せ方がどうであるかがすごい大事な、まあ、時代だなと思ってて、まあ、それにどれだけこう、まあ、本質を掛け算できるかっていうところがすごい大事だなと思ってて、こう SNS でこう全体がこうメンズの美容業界自体がこうバーンってバズって、でそこに対してお客さんがいろんなところに行って、で本質を求めて行く人だけが残っていくんかなみたいな、まあ、本質を高められるというか、まあ、現場力っていうんですかね、現場力を高めていける人たちが、まあ、残っていくっていう言い方あれですけど、まあ、その人たちがまあ買っていくんかなとは思いますね。例えばこう売り上げがやっているスタッフがいたら、その人がちゃんと換算して、じゃあなんで自分はこの給料をいただいてるんだろうっていう、そこに対してスタッフの助けがあったからこういった給料をもらえてるんだなっていうのを僕は毎日思うし、自分がもらってる給料に対してもそういうふうにすごい思うから、なんかそこに対してその自分のスタッフ後輩とかには何かしらのものをちゃんとペイをしたいなと思うし、そのレッスンにしろ僕たちは毎日毎日一緒に残ってレッスンを見て、でその子たちにご飯もしっかりおごって、それこそ背中で見せるじゃないですけど、まあ、そういった誕生日には絶対プレゼントを渡すし、何か目標を達成したらお祝いは絶対するし、そういったものの給料にもっともっと先輩たちがこう使えていったら、なんだろう、こう給料面っていう悩みも減っていくと思うし、なんかお店としてのチームとしても強くなってくると思うのかなと思うんで、その給料面のあり方っていう部分とかはなんかすごい思うなっていう、なんか個人的な業界についてじゃなくて個人的な、なんか思いですね、そこに関しては。で個人的な目標としては、まあ、売り上げの話になっちゃうんですけど、今自分が持ってる売り上げよりも、質を落とさずにもっともっとやってって、でそれを今自分たちのアシスタントついてる子たちとか、まあ、その自分よりも年が低いスタイリストの子たちにその数字をどん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 抜いてってもらって、会社をでかくしていきたいなってのが夢です。プレイヤー兼経営者みたいな感覚で、プレイヤーは退きたくないなっていうのは思ってますね。僕は自由になりたいっていうふうにずっと言ってて、でその自由っていう定義ってめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、いっぱいあるんですけど、自分がやりたいことをやれるし、その会いたい人に会えるし、使いたいお金も使えるしっていう、そういう自由な自分でいたいなと思うんで、でもここでその僕今課題なんですけど、ここで会いたい人に会えるっていうのは成立しない可能性が、僕だけじゃ成立しない可能性が高いなと思ってて、じゃあこう自分の人間力を高めないとなっていうのをすごい感じてるんですけど、まあっていうのがまあ自分のまあ夢というか、一番人生の目標としてる夢がまあそれですね、最終形態とか。